マディソン軍はアメリカ合衆国ルイジアナ州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は12,093人であり、2000年の13,728人から11.9%減少した。軍庁所在地はタルラ市であり、同軍で人口最大の町でもある。マディソン軍となった地域にはヨーロッパ人の開拓が始まる。 数千年前から様々なインディアン部族が住んでいた。マークスビル文化、トロイビル文化、コールズクリーク文化及びプラーク民文化の人々が地域全体に集落やマウンドを築いた。著名な例としてはフィッツヒューマウンズやラフマン遺跡がある。ジェームズ・マディソン、マディソン軍の名前の元マディソン軍はアメリカ合衆国大統領、ジェームズ・マディソンにちなんで軍名が付けられた。 軍庁舎はマディソンに敬意を表して、コロニアルバージニア様式で建てられたが、州内の多くの町と同様、中心街の中央に建てられた。東に向いている。近くに市役所があり、こちらは南を向いている。マディソン軍庁舎前芝生にある南軍、平士像南北戦争の時、マディソン軍は裕福な綿花栽培地域であり、戦争初期に多くの男を戦場に送った。 1862年、南軍の中隊に加わる者には誰でも80ドルを支払った。州知事のトマス・オバートン・ムーアは、ニューオーリンズ陥落に対応して、北軍に接収されないように地域の面下すべての焼却を命じた。農園主たちが寂しく見守る前で、数十万ドルに相当する面下が燃やされた。ムーア知事は、ルイジアナ州北東部で、 第十一旅団を指揮する RB トット殉将にその民兵隊と徴兵されていなかった18歳から40歳までのすべての男性を招集するよう求めた。マディソン軍、キャロル軍及びテンサス軍のそれら男性は南軍指導部と共同して地域への北軍の攻撃を撃退するものとされた。南北戦争が終局に向かう頃、 マディソン軍は北軍に同調的なゲリラ部隊の問題に直面した。歴史家のウィンターズによれば、彼らは地域の通り抜けできないようなサトウキビや糸すぎの湿地に隠れた。徴兵機飛者、脱走兵、逃亡奴隷で構成されており、道を過ぎる誰でもから金品を奪い、殺しあるいは捕まえたとしている。南軍は北軍の制服を着てゲリラを騙した。 ウィンターズは、無法集団の指導者は、大きな黒人で、北軍の兵士と思われるものを歓迎した。突然、南軍の偽装兵が、ギャングに襲いかかり、彼らを殺し始めた。素早い、血塗られた闘争の中で、南軍は、集団の130人を殺した。ここから逃げ出した者は、二度と地域を荒らすために、戻ってくることはなかったと記している。 セビア家が一世紀以上もマディソン軍の政治を支配した。セビアはアメリカ独立戦争の戦士でテネシー州知事を務め、東テネシー州のセビア軍やセビアビルの名前のもとになったジョン・セビアの子孫を主張した。政治家となったセビア家の一員の中には1932年から1962年に死亡するまでルイジアナ州上院議員を務めたアンドリュー・エル・セビア、 1932年から1952年まで、ルイジアナ州会議員を務めたヘンリー・クレイ・ハッピー、セビア・シニアがいた。ウィリアム・パットナム・バック・セビア・ジュニアは、銀行家、懲戒議員、さらに1936年から1974年に引退するまで、タルラ市長だった。アンドリュー・ジャクソン・セビア・ジュニアは1904年から1942年に、 死ぬまで軍保安官だった。その死後短期間は、セビアの妻が保安官を継いだ。マディソン軍は、アフリカ系アメリカ人人口が多いので、民主党の強い地盤であり続けている。2008年の大統領選挙では、民主党候補、イリノイ州のバラク・オバマ上院議員が3100票、58.5%を得て、マディソン軍を制し、対する共和党候補、 アリゾナ州のジョン・マケイン上院議員は2152票、40.6%だった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は651平方マイルであり、このうち陸地624平方マイル、水域は26平方マイルで、水域率は4.07%である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。 人種別人口構成以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。マディソン郡ズ・マディソン郡教育委員会が地元の公立学校を運営している。マディソン郡保安官事務所がたルラにあるスティーブ・ホイール社会復帰施設を運営している。ありがとうございます。